ではでは私先ほども言っておりましたが、うん、美味しいシャトーブリアンが食べられる、うん、京都祇園ステーキ割烹末吉さんにやってきました。やったー、なんかこんなでかい声出してもいいのかわからんようなね。確かに嬉しい、本当に腹ペコよね。腹ペコよ。ちなみになんですけど、うん、シャトーブリアンって知ってますか？シャトーブリアン知ってるよ。知ってる？はい、ネットで調べてきました。お、調べてきました。どこや？じゃあ、部位は分かんないんですけど、うん、貴重な部位らしい。分からんの、分からんのかーい。ネットで何見てきた？確かに分からんのかい。シャトーブリアンはですね、牛のヒレ肉の中で中央部の最も太い部分で、うん、牛一頭から取れるのが、ヒレ肉約4キロから600グラムしか取れない、うん、とっても希少な部位なんですよ、うんうん、だから高いんや。だから高いんですよ、ね、ヒレなんや、あれ。そう、ヒレ。知らんかった、なんてイメージだけでね、美味しそうやって思ったけど、いやもうそれが食べられるんですよ。嬉しい、ね、今回はおみくじとかなし？安心してください、みんな食べられます。やったー、ありがとうございます。嬉しい、ご褒美すぎるな、それは。ご褒美ですよ。早速じゃあ、うん、食べに行きましょうか。はい、レッツゴー。いただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。準備の方もお願いします。早速ね、ね、楽しみ。ワクワクしますね。ね、なんかこういうお店慣れてないからさ、うん、ちょっとなんか背筋伸びるよね。確かに。本日こちらの方のシャトーブリアンというところですね。はい、すごい。今回いただけるシャトーブリアンは何グラムなんですか？はい、100グラムずつで、はい、お出しいたします。はい。ちなみに100グラムいくらぐらいですか？100グラムは1万1000円ですね。はい、100グラムで。はい。うわ、じゃあ食べましょう。そうですね。ね、お願いします。お願いします。うわ、いいの、ね、念願でも、ほんまにずっと食べたかったん。言ってたな。そう、なんかね、昔出口ゆいなちゃんが、うん、なんかのロケでシャトーブリアン食べたって言ってて、それからなんか 1,2 週間ぐらいずっと自慢してて、そう、あるたびあるたびにシャトーブリアンの話してたから食べてみたいなって思ってて。確かに美味しいお肉続きすぎてね、はい、ゆいなちゃんも4連続ですね。4連続。妹さんで食べて、うん、ナンバトルのエースの焼肉弁当を食べて、あ、おとといに YNN さんで塩タン食べて、うん、今日シャトーブリアンで4連続で美味しいお肉を食べてます。じゃあ一番 NMB1 なんかナンバトルを、ね、楽しんでるっていう。そうなんです。こちらの方やらせていただきます。お願いします。すごい、めっちゃ綺麗な脂の。今日のお肉は京都のお肉になります。すごい、プリアンが、プリアン。こうやって並べたら将棋の駒みたいな。やめて。こちら弱火でゆっくり焼きますので、あんまりジュージューは言わないです。じっくり焼くのが秘訣というか。そうですね、はい、お肉にストレスを与えないで。おー、ストレス、ストレス、かっこいい。ゆっくり焼いた方がお肉がふわっと上がりますので、はい、はい、多分今まで食べたことのない食感になってると思います。おー、楽しみ。あー、ニンニクのいい香り。これも青森のいいやつなんで、はい、すごい美味しいですよ。私めっちゃニンニク好きやな。嘘、うん、あー、美味しそう。美味しそう。輝いてる。確かに、なんかふわふわ。うん、ヒレの中でも特に脂身多いところなんですかね。あの柔らかいところですね、一番動かないところなんで、うん、へー、はい、なんかもうほんまによだれ出てきた。こんなに出てくるんやって、この映
像をずっと見返したい、うんね、焦げ目は一切つかない。切りました。うわ、柔らかシュッて、ね、この切ってる感じだけで柔らかいのが伝わってくるね。ドキドキしてきたな。なんかもう緊張してきたもんな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう待てないけど待ちます、はい、こちらがガーリック塩とポン酢になります。このお塩はうちのオリジナルのお塩になります。ちょっとこうパラパラっとかけて食べていただいた方が美味しく食べれます。はい、はい、もういただいていいんですか。はい、どうぞ。はい、いただきます。いただきます。いいめっちゃ美味しそう。緊張してきた。なんかそのままでいきますね。いきます。うん、美味しい。とろける、めっちゃ柔らかい。もう顔だけで伝わる。あ、なんかそんな嬉しそうな顔してるの初めて見た。美味しい。それでいい。じゃあ私ガーリック塩をね、パラパラとして。やばい、めちゃめちゃ美味しい。いただきます。じゃあちょっと真ん中からいただこう。いただきます。うわ、なんかもう持った感じが柔らかくてお箸で潰しそう。いただきます。おいしい。え、かもんでいける。ほんまに柔らかいし、なんか肉の美味しさがギュッ。え、私ほんまに何これ、ほんまにお肉かなって思うぐらい、なんか知らない食べ物みたいです。はい、ちょっと食べてみて。食べてみます。じゃあ私も塩をつけて。お肉、あー美味しそう。さくらちゃん飛んじゃうよなあ。いただきます。うん、柔らか、うん、なんか私塩タンが一番、うん、好きな食べ物だったんですけど、うん、今日からシャトーブリアンになりました。はい、いやいや、でもなんか好きな食べ物、うん、シャトーブリアンって書いてるアイドルもちょっと ちょっと嫌やけど、めっちゃ美味しいです。でもほんまに美味しいね、これは。おろしポン酢、ポン酢のやっぱ酸味が効いてめっちゃあっさりするのに、なんかお肉の味もしっかりあって、うわ、私ポン酢これからシャトーブリアンだけに使いますね。運で買ってよかったね。よかった。運がいいとこんな美味しいお肉食べれるんです。みんな、メンバーのみんな見てる？見てる？美味しいお肉食べてます。うーん、バトルの運のこと覚えてる？覚えてます。なんか、うん、物ボケとかも初めてで、あ、そっか、ボロボロだったです本当に、うん、めっちゃ結構無茶ぶり多かったよね、はい、確かに。私もなんかめっちゃフリーダンスがあって、うん、それでもう大恥さらしてたんですけどもうでもそれがねここに繋がるんやったら、あんたなんぼでも踊る、もう、うん、食べれるなら。そう、あれもね、あの時の自分に言ってやりたいです。美味しいお肉食べれるよって、うん、いろいろありましたよ。いろいろあった20マス目で人をどんどん落としていって、うん、最後まで上り詰めた人なんで。そういう勝ち方やったんや。なんか最初の予選も準決勝、うん、全部20マス目で人をね、じゃんけんで落としていって、うん、そうなん、強っ。そうなんです。ほんまに1位やな。だからなんかその方の背負って今シャトーブリアン食べてる。確かにね、じゃんけんで負けたメンバーを背負って、うん、ブリアン、うん、ブリアン、ブリアン、せーの、噛み終えたくないよな。終えたくない。あー、美味しかった。
じゃあせーの、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。この後ガーリックライスもありますけど食べられますか？はい、はい、食べます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。これは何のお肉ですか？これはロースですね。はい、なんかシャトーブリアンでね、わ、満足したいと思ったけど、この匂い嗅いだらまたお腹空いてくるな。ほんまにゼロになりましたよね。わー、すごい。ニンニク、はい、ガーリックです。ガーリック、このご飯は、はい、1週間から10日ほど冷蔵庫で水分飛ばしたご飯なんです、はい、なんかちょっと形がね、はい、普通の米粒と違いますね、はい、これでパラパラさを、はい、そうです、そうです。そのさっき の, あの牛脂も全部吸ってくれますので。ああ、そういうことか、はい、醤油ですか？うわぁ、もうなんか赤いんやな。いい匂い、すごい。あ、もう、うん、美味しそうすぎて、うん、想像で食レポを考えてます。想像いいね。ちょっと熱いので気をつけてください。はい、はい、ありがとうございます。美味しそう。お味の方が薄かったらそちらのガーリック塩を振りかけてお食べください。はい、はい、ありがとうございます。こんなツヤツヤした。こんな匂い。ちょっとパラパラなんで、これでないと聞こえない。めっちゃいい匂いします。もう世界で一番いい匂いする。気をつけてね、熱いよ。うん。やっぱ油が多いみたいな。違います、あのお肉に油が多いみたいなおっしゃってらっしゃったんですけど、うん、そんなに全然しつこくなくて、うん、食べやすいです、うん、いただきます。このガーリックがめっちゃしっかり入ってるのと、結構ね、しっかり焼いてたので、ちょっとあるカリカリ感がめちゃくちゃ美味しいです。なんか食べたことないガーリックライス。ちょっとこれ9期生のみんな、 NMB 入ったらこれ食べれます。9期生オーディションぜひ受けてください。うわー、めっちゃガーリックが効いてて、ほんのりバター、うん、バター醤油の香りだったりとか聞いてて、うん、食べ物ですか？ね、なんかめっちゃ美味しい。ああ、じゃあ絶対家帰ったらお母さんに自慢しよう。うん、自慢ですねこれは。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、チャラさん。うん。まだこれだけで終わりません。もう大満足やで。大満足でしょ。めっちゃ幸せやもん。じゃあ大大大満足になりましょう。実はデザートもございます。やったー、いいんですか？自家製プリント、うんうん、ゴールドキウイのシャーベットです。プリントシャーベット、うん、でもですね、えここで、うん、またまた運対決です。またか、この幸せなまま終わらせてくれへんのね。はい、ね、豪華なデザートを食べれるのは運が良かった2人のみです、うん、運が良かっなかった方は市販のチョコレートのみです。市販のチョコ市販のチョコ、こちらの、はい、サイコロをですね、うん、2つ振って合計の数が多かった上位2名でございます。おお、サイコロ、サイコロ頑張ったら思い出すね。スゴロクでしたから、うん、本当に、うん、私は6を2つ出したいです。おお強いな、強いな、ね、ほんまに出そうで怖いんだな、うん、はい、お、いきます。信じろみたい。入ってないな。出ました。出ました。はい、いきます。あ、どう？お、
ロッと2です。お大きい8です。8、まあでも6一つ出たんで6、だいぶ強いんじゃないでしょうか。どうやらな。でも8ってね、最大10人か、そうなったら結構大きいかも、ね。じゃあ続いていきます、今日お金もね、あそこに入れれたからいきます。おー、5と6、やばい、11。すごい、ちょっとやっぱ運使い果たした。うわ、これは来たんじゃない。9以上ですか、ね、9以上無理やん。結構ハイレベルなねえ、市販のチョコは嫌やん、いきます。頑張れ。2と5、おー、 OK、 7ということで、はい、はい、デザート食べれるのは私と松岡さくらちゃん。やった、あの1位やったのに ね、なぜ1位の私が食べれないんだ。うわー、すごい、あとリンゴのポンポン、美味しそう。私この三角のプリン大好き。あの子すっごい似合ってる。羨ましいな。いいやろ、いいな。あのさん、はい、あのこれみたいです。あのアポロチョコレートになります。絶対どこ、そこで買ってきたでしょ、どこ。チョコの中でも一番ちっちゃい粒選んできたのに。あのじゃあラッキースター当てれるように頑張るわ。お前それはそれで、ね、これ当てれるように頑張るわ。いただきますか。いただきます、はい、いただきます。とろける、めっちゃ美味しいわ。いいもん、あのにはアポロがあるし、アポロがあるし、うん、キウイのジェラート食べてみます。こっちも美味しそう。あんま聞いたことないよね。うん、うん、やっぱりなんかただのキウイじゃなくて、ちゃんとゴールデンキウイの甘みはします。めっちゃすっきりします。ゴールデンの甘みしてる。はい、甘みします。キウイの違いが分かる女。はい、お、さすが。美味しいです。いただきます。うん、アポロ。幸せ、幸せ、幸せです。ならよかった。どうですか、さくらちゃんは。私は今から8期生と会うんですけど、うん、もう自慢したいと思います。わ、これはもうめっちゃ自慢できるよね。はい、自慢できる。もうなんかアーノンの可愛い姿もね、さくらちゃんの食レポもいっぱい見れて、幸せな一日にした。ありがとうございます。なんか本当に体験できて、美味しいものが食べれて、デザートも食べれて、すごい幸せですし、ね、3人と行けてよかったです。よかった、なんか楽しかったね。楽しかった、本当に。どんどんね、日に日にさくらちゃんの心を開いてくれる感じも、ね、本当に、そう、それも嬉しくて、嬉しいな。また3人で行こうなどか、今度はみんなでデザート食べようね。食べような。じゃあみんなアポロでもいいんだよ。みんなでアポロ。みんなですぐ叶いそうやな。みんなアポロでもいいんだけどな。ナンバトル2、うんのご褒美ロケは終了でございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。